折り返しちゃった。今日水皆さんこんにちは。昨日のホテルではお外がうるさすぎてあんまり眠ることができずに朝を迎えてしまいました。今回私たちはチェックせずに予約してしまいましたが、大通りに面していないか、うるさくなさそうか、口コミでチェックしてみてください。前日泊まったラクロワホテルは日本語で対応してくださる方もいて、コストは抑えられるのがメリットですが、もうちょっとだけ予算が払えるという方はこれから行くザ・モダン・ホノルルをおすすめします。5日目の予定はこんな感じです。ザ・モダン・ホノルルにチェックインし、人気店バー・ポドモアでパンケーキを食べます。その後はカメハメハ大王に会ったり、定番カカアコのウォールアートを見に行ったりします。午後3時には念願のウルフギャングステーキのハッピーアワーに行く予定です。最後はもちろんワイキキビーチも眺めます。今日もたっぷりと楽しんでいきましょう。皆さんごゆっくりご覧ください。チェックインできるからね。さすがにきつくね。一回ダメ元でやってみるか。ダメ元チェックインして。でも多分さ、ワクさんヒルトンビレッジとか言ってたから、ビレッジの方なんだろうね。これなんだろうね。中学英語しか話せないので、もっと会話できるようになると決心しました。今日はパンケーキを食べに行く。なんてとこですか？バー、子供はみたいな。歩いて行けるのかな。歩いて遊ぶ。ヒルトンハワイアンビレッジです。目の前に海が広がるリゾートホテル、次は絶対泊まりたい。やっぱアラモアナ側はだいぶ遠いね、感覚的には。そのなんか気軽にワイキキ行けないよね。行けない。何十分かかるじゃない。確かに。この時はアラモアナビーチまでは遠いと思っていましたが、アラモアナの目の前にもビーチは広がっているので、すごく満喫することができました。ワイキキ中心地でのお買い物やお目当てのレストランがある人はワイキキビーチ側がおすすめです。詳しくは概要欄から関連動画をご覧ください。そしてチャンネル登録してくださるととっても嬉しいです。大きいぞ。モダンっぽくない？ザ・モダン・ホノルル、2011年にリノベーションしたきれいめな四つ星ホテルです。出てるぞ。モーダン、ホノルルに到着しました。ちょっと期待。近かったね。近い。なんと、ザ・モーダン、ホノルル8時にチェックインができてしまいました。荷物を部屋に入れ、今から朝食を食べに行きたいと思います。本当に今回たまたまこの時間に行ったら私たちの睡眠不足を察してくれたのか、チェックインしてお部屋までご用意いただきました。今までもこんなに早くチェックインできたことはなかったです。もちろん私たちはウーバーではなくバスで移動です。モーダン、モーダン、あ、書いてあった、モーダン、あれモーダン。でもシティビューって言ってこっち側じゃなくてよかったね。確かに。しかも椅子ないよ、あれだと。ちょっとハーバービューじゃん。いや、でもあれはさ、あれじゃない、繋がってるでしょ。あ、そういうこと。角部屋ってことじゃない、あれは。いいな。やばい、何時ですか今。59分。何何大行列だったらどうしよう。でも、今のバスに乗ってる人はみんな違かった。違ったね。右。ここに来て、ホノルルマラソン。
空いてましたね。引きで取る。まあいいや、とりあえず入ってから。バー子供屋さんです。ダウンタウンのセニアで美食家から支持を集めるレストラン。人気旅行雑誌にも掲載されるほどの人気店です。常連さんも結構いたので地元に愛されていること間違いなし。煙が出るパンケーキやイングリッシュブレックファーストがおすすめです。なんとコーヒーはいくらおかわりしても無料。食べるにはなかなかの量でした。2人でシェアすることがおすすめです。シェアすると聞かれたのでイエスと言うとお皿も用意してくださいました。少しずつカウンターの席が埋まってきましたが、ほとんどが常連の方でした。仲良く店員さんとおしゃべりしていて羨ましいです。 N 回目の英語勉強しよう。最初ちょっと店員さんの人が冷たいかなと思ってましたが、結構フレンドリーで話しかけてくださいました。ちょっとした心遣いありがたいです。料理もイケメンシェフさんが直々に届けてくださり、料理の説明もしてくださいました。Fresh plates. Okay. There's a hot maple syrup for you to add at your leisure. Uh-huh. Are you ready? Okay. Thank you. Thank you.That's it. You're a better cook.
くり過ごしてねってこと？うん、バーポドモアさん、コーヒー、フルイングリッシュブレックファースト、スフレパンケーキ、全部で 78.03 ドル、およそ 11,390 円。ポリスがいっぱいいるよ。草むらに倒れてるけど。パレス。パレス。宮殿ホテルなわけね。もはや宮殿。ハムハムハダイヤー、ハムハムハムハダイヤーでございますよ。こちらは右右。少しワイキキからは離れていますが、せっかく初めてハワイに来たのでご挨拶しに行ってきました。ここはですね、ダーンパン、カカアコの壁画のところにね、有名なモンスターのところに向かっています。みんなあそこで写真撮ってるよね。なんで有名なんだろうね。私もあそこに絵を描いてこいから、じゃあ芸術的な。終わった。あ、押すんじゃない、あれ。で油そば3ついけたな。チップ10、いや22%ぐらい払ったんだっけ。サジェストが21%。サジェストが20、21、22だったんだっけ。サジェストが高かったんだ今回。まあ確かにコーヒーもおかわりしてるかし、コーヒー2杯分って考えたら、まあそうだって、コーヒーは5ドルだもん。2杯だったら確かにね、ちょっと高いね。そこそう思わないのがアメリカ。そう、そういうところももう気にしない。チップはフルで払わないと 25%。 え、マックスで、うん、お金がなくなっちゃう。だって給料違うんだもん、アメリカ人。カカオコエリアにはあちこちに絵が描かれているので、歩いているだけで楽しいです。ちなみになぜこんなに絵が描かれているかというと、アートで街を活性化させたいという思いから絵を描いていくイベントが毎年あるからだそうです。突然ですが、ここでクイズです。どこに絵が潜んでいるでしょう。正解はこちらです。
みんな人気の。なんでこれなんだろう。インスタグラムも頑張って発信していますので、ぜひご覧ください。かわいそう。これ今ここに落書きしたら怒られるんかな。あれじゃね、やっぱ正面だ。おお、すごい。トトロ。あっちもサルト。サルト@アワカカオカ。2018年にショッピングセンターオブザイヤーを受賞しました。最近では旅行雑誌やメディアでも取り上げられています。魅力満載のレストランがたくさんあり、ここでご飯食べたかったなぁと少し後悔です。ファッションや小物類などいろいろショッピングも楽しめる施設となっています。ただ注意点はレストランの営業時間11時からのところが多いです。ちなみにこの地域がハワイアンの人たちが作る塩田があったことからソルトと名付けられたみたいです。まだ全然やってないですね。お手洗いはあったんですが、なぜかロックがかかっていて、お店の人に確認する必要があります。奇跡的に同じタイミングでスタッフさんがいて一緒に入れてくれました。さて、ソルトやオールアートも満喫できたので、ホテルに戻ってプールに行きます。もちろん40分ほどかかりますが、徒歩で帰ります。なんでこんなに歩いてるんですか。お金がない。あとバスもちょっとさ、うん、多分もう2時間半経っちゃったから課金されちゃうからさ、うん、また 3ドル450円。歩ける距離だし歩こうよ。ハワイの風を感じよ。なんでタクシーに乗らないんですか。ハワイの風を感じたいから。ああ、そういうことね。そうだよ、車に乗っちゃうとさ、タクシーの匂いしか感じられないじゃん。ああ、確かに。けどちゃんとこうやって歩けばハワイの街並みを感じられるでしょ。ああ、こういう街並みですね。そう、これお魚さんとかこういうのが大事。旅行には、旅行は基本徒歩だよ。旅行は基本徒歩、うん、タクシー NG ですか。タクシー NG。1回乗った、1回あれでしょ、うん、空港、それはしょうがないから、うん、1回リーは多分乗らないんじゃないの。バスか、徒歩か、徒歩の方がね、乗りたいね、でも、うん、痩せるからね、徒歩。違うでしょ、君が明確に乗らない理由があるでしょ。車に乗り場の用意するから。そう、乗りたくても乗れないんです。いや、でもバス1回も乗ってないよ、まだ。
だからバスも結構ギリギリだからタクシーはあかんのよ。でもタクシーは早いじゃん。うん、バスは止まるし。でも絶対タクシーでよ、もう君。まあ、だから確かに雪のタクシーもね、ちょっと危うかったから。なんか行きは飛行機の最後で結構揺れたじゃん今日。うん、あれダメだった、ね、寝ててください。共感できる方いませんか？ Vlog で元気ないときは乗り物用意しています。実はこの後タクシーに乗らないといけない事件が起こりました。ココナッツの香りでも、あー、する香り最高。なんかココナッツぶら下がってる。これってココナッツなんだ。絶対違う。こちらの公園はアラモアナセンターの正面にあって大自然が広がっています。白い波とワイキキビーチ、アロハ浮かぶ浮かぶディナークルーズ、マハロ忘れられない思い出、ココナッツの香り、あハワイ、ギャルマンガピヨリ。この歌を知ってる人の方がおかしいでしょ。なぜか旦那が知っていて、ハワイに行く前に覚えなさい、ハワイの代表曲だからと言われて覚えました。寝るか。やっぱアラモアのホテルなんじゃね。生い茂るグリーン、小鳥さん。じゃあ、これセントラルパーク？ピクニックできる ね。誰もいないピクニック。朝から動きすぎているので、ここでまったり休憩タイムです。ちなみにこの日は2万歩以上歩きました。こちらのですね、目の前に見えるマンションですが、パークレーンアラモアナという多分マンションなんですけども、一室買うのに8億ぐらいしました。管理費も2500ドルぐらい、固定資産税も月2500ドルぐらい、部屋によるという感じですので、まあ一生住めなさそうですね。すごい。あ、風が気持ちいいね。こっちアラモアナセンターの海側からの景色ですね。アラモアナセンター大きいので、あのバス乗るときとかアラモアナセンターのどこからかは要チェックですね。こっちが海側、向こうが山側。はあ、いい天気。アラモアナ市立公園ですが、この後も結構登場してきます。実はかなり広くて見どころたくさんです。毎週金曜日の花火を最高の思い出にできるスポットもあるのでご紹介します。この後は四つ星ホテルで最近口コミも高い評判のいいホテルザ・モダンの客室を詳しくご紹介します。こちらがザ・モダンホノルルでございます。3階。あ、だから多分あれ一番あれなの。ああ、その辺だよ。ザ・モダンホノルルはまだできたばかりということもあり、外観も中もすごく新しくて綺麗です。そして海へのアクセスも徒歩5分程度と神立地です。
急に撮影しだす、そんな。この本棚、ちょっと前は回転して閉められて奥でバーを営業していたみたいです。ただ私たちが行った時にはなくなっていました。残念。奥にはウォーターサーバーや作業ができそうなデスクが広がっていました。ウォーターサーバーも新しく誰でも入れ放題。そしてこの水キンキンに冷えていて美味しいんです。奥には PC ルームのようなものもありました。エレベーターは3台すぐ来るのでありがたいです。3階はもうカードする必要ないかな。ファーストフロア、レストランバー、サンライズプール、サンライズプール、サンライズルーム。サンセットプール、サンセットプールって書いてあった今。サンセットが見えるかな。サンライズとサンセットの両方のプールがあるんじゃない？ここじゃなかった？ザ・モダンの客室をご紹介します。客室数345と大きめホテルです。今回はスタンダードの36平米のお部屋シティビューキングを予約しました。ちなみにチェックインを私たちは早めにできましたが、チェックインは午後4時、チェックアウト午前10時というのが公式ページに記載があります。フロアのレイアウトこうなっています。海側のお部屋が広そうです。洗面所はかなり広々スペース。後ほどこちらで手動洗濯しますが洗いやすかったです。ドライヤー大風量、風が弱いと残念に感じてしまうのでありがたいです。タオル類も充実しています。多めにあって、またプールでタオルは借りられるので持っていく必要もなしです。バスタブはありませんでした。湯船に毎日浸かりたい派の人には辛いですが、シャワールームは清潔感もあって良かったです。シャンプー、コンディショナーも充実しています。入り口からの眺めがこちらです。空間はかなり広く感じました。手前には大きい姿見があります。ライトも雰囲気抜群。白をベースにしたこの雰囲気、私は好きです。ベッドは広々キングサイズ、寝っ転がれるソファーもありました。作業用、お化粧用のデスクもあります。コーヒーやティーももちろんあります。コーヒーのお豆は私たちが普段使っているネスプレッソとは異なりますが、簡単に使えるものでした。ホテルによっては持ち運びができるようにか紙のカップもあって嬉しいです。氷ももちろん無料でもらえます。ホテルでは日替わりのアクティビティが用意されていました。
お水は1人1本ずつ、足りなくなったらウォーターサーバーで無料で冷えたお水もいただけます。あんまり見たことのないコーヒーマシーン、タンクにお水を入れてカップをセットしてボタンを押すだけです。翌朝飲みました。そして電子レンジ、これはすごく嬉しいです。部屋についているホテルとついていないホテルあるので要チェックです。机周りにはライトがあって作業しやすくなっていました。カーテンはこの茶色の窓の奥にあり、ドアも別であります。少し茶色の扉を開けておくだけで潮風や日が入ってきます。バルコニーもかなり広々スペース、また椅子も大きめでした。で撮影している方向が道路ですが、うまく木で隠れています。プライバシーという意味ではすごくちゃんと考えられていました。そして海が見えます。全く海が見えない客室かなと思っていたので嬉しいです。後ほどこちらの海もご紹介します。マックは見えました。ちょっと残念に感じる人もいると思うのでご紹介しておくと、この椅子が少し錆びていて一部茶色くなってしまっていました。上はこんな感じ。客室によっては少し盛り上がっている箇所のバルコニーがあるのかなと思いました。もっと上から見ると全体が見られて綺麗なんだろうなと思いつつ、このちょっとでも海が見えれば満足してしまいます。バルコニーからのお部屋の景色がこちらです。冷蔵庫はこちらです。中は空っぽでした。テレビは大きめサイズでした。もちろんハワイの番組が見られるんですが、天気予報もやっていました。全体的にやはりできたばかりということもあり、白基調なのに汚れが目立たず綺麗な状態でした。最後はクローゼットのご紹介。金庫、ハンガー、アイロン台もあり広々していました。棚もあるので長期滞在の際には役立ちますね。ルームキーはこちらです。洗濯はこれにお豆腐と水
って、シャワシャワとったり、してみます。これも出るかな。結構ね、色が汚い水が出てくるから、汚れてんだなっていうのが、ね、分かる瞬間。普段洗濯機が飛んだり。使っているものは概要欄に載せておきます。意外とね、部屋干しだとね、一晩じゃ乾かないこともあるから、ベランダがあったら、まあ、ここホテルとか都内ホテルあるけど、短時間で乾くから、なんか部屋にいる間だけでも、外でちょっとでもちょっとすぐ乾くと思うし、こまめに洗濯したりと、手洗い、詳しい持ち物はこちらでご紹介しています。今回ね、水筒晴れ船でもらえる予定だったのにもらえなかったんですよ。フレンドリーじゃないから、まあ、だからペットボトルを繰り返し使いますが、ペットボトルは、まあ、コンビニに払いまして、地元を設定されて、これ枝もみちゃんはこの中に取って入れて、まあ、今回水しか入れてないからあれだけど、こうやって水も入れるじゃないですか、枝もみちゃんとかも。で、キャップをします。こうすると、中の汚れも取ってくれるんですよ、枝もみちゃんが。で、こっち出していくじゃないですか。枝もみちゃんも出てくるんです。これでやると、まあ、ジュースとかさ、スポーツドリンク入れてもしっかり洗えるから便利ですね、枝豆ちゃん。水変えよって、洗ってない。いや、本当は水筒洗う予定だった。水筒がもらえなくて、いや、まあペットボトル洗わなくていいんだけど、もらえるし、ホテルで。いや、でもらえないホテルもあるから。楽は水くれなかったし、ウォーターサーバーの水切れてたし、でもね、サンボーダーは水くれた。でもハリクラニのペットボトルかっこいいから、ハリクラニ。やべえやつだな。ハリクラニだでって。ハリクラニ泊まってる人だって。そう。アピールになるでしょ。でそもそもハリクラニ泊まってる人はハリクラニのボトルなんて持ってかないんだよ。持ってかない。うん。置いて帰る。部屋用だから。ああ、そうか、うん。外で買うか。そう。コメントでそんな節約してないで金使えって言われる。うん、そんな洗濯してないで、そう、何度に使えよ。そう、そんなことしてないでお金に任せて遊べよもっとって言われちゃうよ。いやこういうところは節約で、他の遊びでちゃんと使ってるかな。何に使ったんですか。今回ハワイで、遊びには使ってないんですよ。そうかっけ、まあ、ホテルには使ってる。いやマイルやな。いやマイルだけど、現金で払ったら相当なかったでしょ。うん、まあね、ホテル節約するってなったらラクロワに連泊とかになっちゃうよ。確かに、そこは課金してもね。1万円ぐらい使ってるね。7泊9日の旅行で使った費用は細かく別動画でまとめます。では1階のサンライズプールがあるフロアを探索します。
全体的に開放的でリゾート感を味わいました。右手がプールで左手にはヒルトンバケーションクラブのカウンターがありました。そこがプール？やば。何があったの？駐車場だろうね。真相は不明です。サンセットも見に行っていないので、本当にサンセットが見られるのか、サンライズが見られるのか、ぜひ訪れた際に確認してください。続いてフィットネスセンターもご紹介します。フィットネスセンターです。24時間アクセス可能なので、早朝でも深夜でもトレーニングができます。絶対トレーニングすると思っても、どうしても後回しにしがちな夫婦なので、どなたか旅先でトレーニングする工夫があれば教えてください。そしてこちらがサンライズプール。そしてここで反応が悪くて部屋になかなか入れませんでした。写
差し込み方に少し工夫がいるようで、スタッフさんがこうやるんだよと教えてくださいました。いや、ショーで12度くらいだったんですよ。ショーで台は18度で、言うてその台も別に台じゃないらしいから、楽しみだ。完全にディズニーランド入るのかな。全然いいし、レッド&ワイルドキャラクター、そんな広いのかな。シンガポールより広いかな。そうだ、でもまあシンガポールみたいな感じなんだろうね。多分スライダーいっぱいあって波乗りあって、そうで一部有料らしい、しかも。ああ、ね、今回のハワイで考えたことは、人生って短いなって。例えばさ、60歳でさ、その8億のさマンション買ったとしてもさ、うん、住めるのはもうあとさ30年とかだと、うん、長いね長いやハワイで気づいてしまった。気づいてしまった。もうちょっといい、ちゃんと生きようと思ったね。充実させよう人生を。多分福岡で 3,4 年はやってるの。うん、あ、チューしてる。みんなどこでもラボなんかできるから、ハワイアンは。そうだよ、ハワイアンズ行く。そう、お腹空いた。あ、ここは、あそこがあのホテルだね。なんだっけ。実はただいま2時30分過ぎ、3時からウルフギャングハッピーアワーに行きたいと。どうする、行列だったら。昨日も独立記念日でやってなかった。これこれ、朝日ムージー。お腹空いたね。まだ減ってない。マジ？ちょっとだけ。ウルフギャングロイヤルハワイアンセンターシーカン3階にあります。営業時間は7時から22時30分、定休日はなし。ハッピーアワーは3時から6時半までやっています。おすすめはテイストオブニューヨーク。私たちも食べます。3時からだから待っててねって言われました。ちょっとでも暑そう。5分前から入りました。ハッピーアワーは基本的にバーカウンター席での対応です。10席しかないので早めに行くことがおすすめです。だってヤードハウスのさ、私のノーマルは普通の料金だったから。ノーマルに優しくないから。そう、ハッピーアワー、おいしいよ。いいね、おいしい。旦那はハワイといえばのマイタイを注文です。とんでもなく美味しい、おすすめとのことでした。私はいつも通りノンアルを注文。空腹でこれ飲んだら酔いそう。空腹じゃないの。うん、酔い。ストロガノフ。美味しかった。これはみんなつくのか。うん、
テイストオブのニューヨークのあれ。隣に人がいる関係で取れません。え？ステーキやってきました。すごい。熱いね。裏も焼いてからの。おー、なるほど。Thank you. So much for。誰が見ても絶対美味しい。最初の一杯目だ。すごい量だね。うん。You mean the squeeze bottles? That's okay, we want to phase those out too. ファンじゃん。そうだよ、132ドル。19,000。47。初のウルグヤング、美味しかったです。お腹いっぱい。チーズケーキうまかったな。チーズケーキ美味しかったね。うん、ステーキよりチーズケーキの方がうまかった。マツさんの言う通りだね。あ、言ってた？じゃあチーズケーキめっちゃ美味しいっつって。あー、チーズケーキマジで今まで人生で食ったのがチーズケーキが一番美味しかった。これは本当にマジでうまかった。ハワイみんな年一行ってるもん。確かにハワイといえば年一だよね。いいの、我々は違うところに行く主義じゃないの。そう、次はでもなんか違うホテルを紹介できればまた問題なし。ほらここダイフゴープランだから。ヒルトンのスイートもないってこと？ない、絶対ない。じゃあ普通に仕事で出張行きました。絶対もうスイート。仕事でも。仕事のスイート。まあ、出張しない。見納めだよ。明日からアラモアナ川に連泊するので一応ビーチを見納めします。なんか人気な YouTube。ひどいスポワールさんというらしいです、はい、コラボレーションしませんか四季並美穂の休日と930人ですけど、うん、あなた130万人以上いるみたいですけどどうですかスポワールさんコラボしないか、コラボしませんか。ハワイカメラを頑張っている旦那のお給料の話。給料上げる。おお。お小遣い。すげえ。結構いいでしょ。結構いい。さすが代表取締役。当たり前じゃん。いつになったら行くんですか。いや行くよ。まず明日まず一人増えるじゃない。まずね。明後日も一人でしょ。塵も積もれば山となる。つまりあと70日あれば絶対に達成できる。確かに。
まり？でも70日も待ってられない。でも2ヶ月以内で、あ、1ヶ月以内達成するから。じゃあ 1ヶ月、え、1日2人？そう。いいじゃん。今7月だから7月いっぱい。1日3人伸びればいい。だからもう帰ったらハワイガンガン投稿して、うん、それでなんかもうこう言ってもこうなるから、直角？直角。直角に増えるから。ちょっと。チャンネル登録お願いしてください。チャンネル登録お願いします。あなたのチャンネル登録でうちの家計が救われます。あなたのチャンネル登録でうちの家計が救われます。お願いします。お願いします。お待ちしてます。お待ちしてます。これもレジデンス？レジデンスだね、完全に。わーいらーなーコピーカー、100万。これ3億。何が？夜ご飯。まだ夜ご飯食べてやる。大丈夫。え、でも今だったらアサイーボールいけるわ、絶対食べる。アラモアナに食べに行こう、アサイーボール。食べる機会がないから。そう。そうだった。アラモアナ先輩。そんだ。ちょっと持ってんの？食べなきゃ。フードファイトして。これ一回部屋戻ってもう一回出る作戦でいい？どこ行くの？買い物するんじゃない？買い物するけど見当たんなくね。大きいスーパー。でも明日の朝ごはんは？ない。次に何をするか決めるために一旦作戦会議です。すでに相当動いているのでいい感じで疲れてきています。これザ・モーダンの歴史を語ってる。ザ・モーダンっていうのはもともとマリオット系列のホテル前身はそこはそうだったんですけど、ちょっとオーナーとの、そう、マリオットのそのオーナーさんとマリオットのちょっと高校生が待って1年で来てるで、ここにザ・モーダンに変わってる。多分ここヒルトン系列なんです。釣れるかな。釣り竿を入れたら釣れるんじゃない？餌でも投げるか。あ、お、そこにも2匹。お。なんかニモ的な感じのもいるね。あ、本当だ。ちっちゃい綺麗な魚発見。釣れそうなの。釣りじゃない？そこ動いてるの。お、本当だ。ほら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 。あ、カニいっぱいいる。お、お、お。どれどれ。え、あと水の中の。あ、ほんとだ。あとこっちにもいる、隙間に。ほんとだ。こっちにもすごい。ほんとだ。カニさん、カニさん見えるかな。カニいっぱいいる。いいね。嘘。あ、カニいる。あ、いっぱいいる。食べられるのかな。自給自足ができるね。ね。フグ。フグか、フグ？フグみたいなの、ハリセンボンみたいなのおる。すごっ。すごっ。行っちゃったね。行っちゃった。他にはいない。あ、いっぱい大量いるね。気をつけて。こんなんだから。え、いいな、あれ泳ぎたいね、ここ。
魚とかいるんかな。どっちから行けんだろう、ね。これはヒルトン限定？来る？明日行こうよ。え、今日。え、だって明日って来れないじゃん。こちらはただヒルトンハワイアンビレッジのラグーン。お魚いっぱいいるの。え、これどうやってさ、海と繋がってないのにさ、塩水なのかね。舐めてみたら。やだ、お魚さんはいっぱいいる。怖いのかな、真ん中。魚楽しめるね、すごい ね。パクパクしてる。食べられないのかな、人間が。すごいちっちゃい魚もいっぱいいる。食べられんじゃない、水中で。怖っ、めっちゃいるじゃん、魚。でもみんな子供たちは楽しんでるよ。人間になったら多分逃げるんだろう、うん、すげえ。ヒルトンラグーンは大人も子供も楽しめるようになっていました。実際別日に行ってみましたが、日中帯は子供たちが網を持って魚を捕まえていました。またヒルトンハワイアンビレッジでは毎週金曜日に花火が上がるので、一度は宿泊してみたいです。部屋から花火が見られたら最高だなと思いました。さっきワイキキビーチとおさらばしたつもりでしたが、こちらでもビーチはあるので楽しむことができます。ちなみにこちら側のビーチはカハナモクビーチというみたいです。周辺にはヒルトンハワイアンビレッジの他にいくつかホテルがあります。ぜひホテル探しに迷ったらこちら側のエリアも探してみてください。あ、俺が命令しといた。やっぱハワイはヒルトンだったか。マリオンだね。こっち砂浜歩いてみたら絵になるんじゃない。ハイディアンドゼロかなって気になる。
フードパントリーにやってきました。かなり広い地元のスーパー、お高めスーパーと比べるとちょっとだけ値段が抑えられていました。ハーゲンダッツあるね。ザ・モダン・ホノルルに戻ってきました。サンセット見えんじゃない、今降るけど。確かに。やばい、あと遊べるの2日間しかないことに。でももう1日登山だで。そうだから明日はプールで、明後日登山で。やばい。いやいや、もう街は楽しいんだろう。街は楽しんだんだけど、もうこれで終わってしまうということが悲しい。憂鬱。でも、どうなんだろうね。これでも期限があるから、また次行きたいって思うけど、これが永遠に続いてたらさ、楽しくないんじゃない？幸せじゃなくないんじゃない？あと4週間ぐらいいたら飽きちゃうね。そう、多分そう。限られた時間だけこうやってまったりするから、高い？何位ぐらい？何位？世界そんなに行ってない。終わった。片手で数えるほどしか世界行ってないわ。終わった。オーストラリア。あ、オーストラリア、マケアンズと、ブリティアイズ、ニューヨーク、シンガポール、ハワイ、サイパン。え、だと。国としては5カ国しかいない。ニューヨークとハワイ同じ国やん。あ、そうだ。あ、違う、ニューヨーク以外も行ってる。しかもニューヨークと、もっとボストンも行ってるんだ私。アメリカばっかだ、そう考えると。アメリカばっか行ってんだ。だから東南アジア系行きたいんだよね。でもやっぱ掃除てあったかいところが好き。あったかい国。じゃあ、はい、今年の下期の目標を語ってください。下期の目標は登録者数1000人。低い。志低い。あー、3000。現実は3000。1000人いってちょっとスピードが速くなって3000。さっきと言ってることちゃうやん。直角とか言ってたのに。いや、今までと比べたら直角かも。今までと比べたら、その何、最初の期間から見たら、多分固定期間で見たらこうなるけど、その何、最近も含めたら、まあ45度ぐらいは。下半期の目標。下半期の目標は、やっぱりWソリューションアスペクトかな。あ、取るの？なんか取るかな。なんか取る。あ、そしたら私じゃあトーイックやるわ。トーイックやる？いや、そんなにペニボンが何個もできないからやる。じゃあ AWS？ 褒められた？応用。あっぱれって。言われた？よかった。あっぱれってスタンプだけ。上からの景色も素敵ですね。こっちには人いるね。部屋に戻ってテレビをつけたら天気予報。
週間予報ほぼ同じということで、おやすみなさい。おはようございます。今日はですね、早起き、まあ、今7時7分。今日はちょっと遠くのプールに行くので、早起きしてご飯とヨーグルト、コーヒー食べたいと思います。ほら、何よりもとてもいいです。部屋に電子レンジがあってよかったです。テラスで食べる朝食、それだけで最高なんです。ハワイ旅行5日目の Vlog、 いかがでしたでしょうか。定番の観光スポットに行ったり、ハワイの風を浴びたり、ウルフギャングを食べたり、今日も充実した1日になりました。この日もこの日で事件勃発、ハプニングが起こってしまいます。次の動画もぜひご覧ください。ではまた。